はい、皆さんこんばんは。本日2021年3月31日ですね。今日で3月も終わりです。今仕事中、水曜日はね結構遅番っていうことが多いんで、遅番は、お昼過ぎから出勤して、今日は夜中12時まで仕事今休憩時間でちょっとプラプラ外歩いてます。あそこリュートピアですね。そして右の方に振ると、あれ八千代橋とビルボードプレイスちらっと見えてます。あと NST だね。あそこの赤いのあれなんだっけ、 NTT かなんかの建物、え、いやなんだっけな、あれ東北電力か。あー、これもコロナのね多分軽症でああいう風に赤く光ってるんだと思います。昨日のね高田公園なんかも赤くなってたり、そしてちょっと分かりにくいですけど、あそこねネクスト21っていう建物が今中央真ん中あたりにあるんだけど、あれもね赤く光ってます。すごい綺麗ですよねこの夜景って。あっちがバンダイの方ですね。バンダイ橋はちょうど八千代橋に隠れてあんまり見えないけど、こういった感じ、マンションもすごいいっぱい増えて、かなりこう都会的になったなって思います、ここ10年ぐらいで。はい、そしてねここリュートピアですね。この前にもね夜のリュートピアなんていう動画を1本撮って、割と最近冬雪のある時ですねあげたんだけれども、今日はですね、桜ですね。夜の白山公園の桜はどうなってるのかちょっと気になってですね、まあ、休憩時間ちょっと短いんだけれども、ちょっとね今からね見てこようと思います。うわー、なんかこの雰囲気ってすごくいいですよね。で桜はね、この新潟市の桜は1953年に開花の統計を取り始めてから史上最速の速さの開花だったそうです。68年ぐらいずっと統計を取ってたみたいなんですけれども、その中でも最も早く開花したそうです。今もうまさに満開だと思うんでね、これからねちょっと見てこようと思います、どうなってるか。はい、見えてきましたね。っていうか人すげえんだけど、まあ今ね夜の7時過ぎぐらいですね、19時過ぎぐらいだけど、人はかなりたくさんいますね。なんか向こうシャボン玉飛ばして遊んでる感じの子供たちがいて、で人がとにかくいっぱいいる。でここ桜めちゃくちゃ綺麗ですよ。まさにこれ満開ですね。わあ、この間昼間見た時もあれ3日前くらいだったかな、かなり咲いてたけど、まさにこれ満開ですね。めちゃくちゃ綺麗、すごいね。わ、すごい、みんな写真撮ってるね。わー、すごい、こんな感じですね。わー、人がいっぱいいるけどすごい綺麗。まさに満開ですね、超綺麗。これはちょっと違ったタイプのだと思います。ピンクが強いし、あと花の形もちょっと違う感じ、ちょっとね種類は俺わからないけど、これもものすごい綺麗。写真撮ってる方もいっぱいいますね。ちょっとぼやけてるかな、この辺のねぼんやりこう照らされてる部分もすごく雰囲気あって綺麗ですよ。あー、すごい超綺麗。これ日中に来たらもう本当にめちゃくちゃすごいんだろうな。今もう結構暗いからね、ライトアップされてるところははっきりわかるけど、照らされてない部分はちょっとあんまりよく見えないけど、あーでも、うわー、まさに満開、すごい綺麗。はい、右側が
幕山神社ですね。あ、まあすごい、本当にまあ綺麗だな、本当いい感じですよ、気候もいいし晴れてて、で寒くもないし、すごいいいですね。だから人もいっぱいいるよね、やっぱり。あ、これはもうね、ほとんど桜なんですよね。もうだからとにかくめちゃくちゃ綺麗ですね。あの辺なんかもね、桜なんですよ。照らされてないけど全部桜、もう満開、まさに。うわすごい、どこを撮ってもどこを見ても、うわとにかく満開。いや本当に綺麗に咲いてるね。こちらの本当桜も、白山公園ね、高田公園に負けず劣らず素晴らしいなって思います。すごい綺麗。やっぱりフラッシュ焚くと、フラッシュっていうかこのライトをつけると綺麗に撮れるね、やっぱりもうより。この木が一番なんかすごい感じがするな。一つ一つの房がこうまとまってて、そして満開、めっちゃ綺麗だねこれ。この木が、うわすごいね。これが一番すごいかもね、まとまってて、ほらめっちゃ綺麗。このね、足元をこうね、こう薄暗く照らしている感じのこの光もとっても綺麗ですね。そしてこの辺の間もとにかく満開、綺麗だね。あの辺の下のオレンジの街灯とかもね、やっぱりこういい演出してる感じですよね。すごくまさにこれめっちゃ綺麗ですね。こううっとりしちゃいますねこれね、本当に見てるとすごくて、すごいね。この木がやっぱり一番いいね。ちなみにこの木は、後ろが県民会館があって、エレベーターホールがある向かい側の木ですね。すごいボンボンみたいな感じで、ほらすごいまとまってる。こういう種類なのかな。うわすげえ綺麗ですよ。あすごい綺麗だったですね、白山公園。ちなみにね、リュートピアの上のね庭園にはこの時間はもう出れませんでした、残念ながら。リュートピアもねすごい綺麗ですね。これからちょっと、じゃあ安らぎ亭を見てから、仕事に戻ろうと思います。これ今リュートピアの脇の歩道なんだけども、こうずっとこの足元を照らすライトがね、あっちの陸上競技場の方までずっと伸びてて、まあすごい綺麗ですよね。で下のやっぱり、あ、このオレンジっぽいね街灯の光なんかも本当に雰囲気があって綺麗に、綺麗でいいなって思います。ここはリュートピアと横の通路と、から信濃川の方向に歩いていくと、綺麗だね。そしてここにね、ここは2階なんだけども、こう1階が、なんだろう、下が道路で、ここにね池みたいなのがあるんですよ。池わかんないね、ちょっとね、真っ暗だね、見えないね。このね、ちょっとまあ見えないけど、池の横からですね、ちょうどその河川敷に行く
こう降りる階段があって、そっちの安らぎ亭の方に出れます。うわー、結局この河川敷の方の桜はまだもうちょっと先ですねって何日か前の放送で俺言ってしまったんだけども、満開でした。もうまさに、わあ、めちゃくちゃ綺麗ですね。ここからねちょっと階段を降りて、でここの、河川敷のこう、ね、遊歩道の方に行けます。わ、これもう満開だね。あー、もう満開ですね、まさにすごい綺麗。あー、めちゃくちゃ綺麗ですね。こんな感じですね。あー、咲いちゃったね、咲いちゃってました。あー、そしてそっちがね川ですね、信濃川。これ本当去年も放送したんだけど、夜来ると本当不気味だと思いませんか。これ暗闇にぼんやりと見えるんですよ。これ本当怖いんだけど、このね桜の木の下にいるこの人めっちゃ字書いてあるんだけど、これは誰かの作品なんだろうな。結構夜ねえって思うよね、不気味ですよ。はい、満開の桜の下で、鎮座してます。この辺もそうだし、あともっと向こうだけど、向こうというかバンダイの方向に向かっていくと、ホテルオークラがあるんだけど、去年はねこことかホテルオークラのあたりとかもね綺麗にライトアップされてたんだけど、今年はね全然やってないです。こっちなんかも普通にもともとある街灯だけで、あとはこれといってね特別にライトアップしてることもなかったですね。うわ、これもちょっとねピンクが強くつ、まあそうでもないけど、でもすごい綺麗。後ろに見えてるのがね、音楽文化会館ですね。で後ろが信濃川のこれねほとりの、遊歩道ですね。下は芝生がこう敷いてあって、まあ歩きやすい。そしてチューリップは別こう咲いちゃってるのもあるけど、ほとんどがつぼみ、まだまだな感じがあるけど、なぜかこの2つは咲いちゃってる、あとは1つも咲いてないですね。不思議だね。こうやってやっぱ成長の早い子たちがたまたまいるっていうね、人間でもそうだろうけど、あとは全然咲いてないですね。でもこれもまああっという間に咲いちゃうんだろうな。はい、いかがだったでしょうか。白山公園周辺の夜桜ですね、見てきました。今はね、また昭和大橋をね渡って帰ろうと思います。あー、いい天気ですよ、すごい。いやー、12時までお仕事。はい、やだけど、頑張ろうと思います。はい、夜桜もねなかなかねいいですよね。なかなか来れたことがないから、ね、いや去年も来たかな、ちょっと去年は昼間来たんだよねこの辺ね。仕事に戻ります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。真っ暗だね、真っ暗で見えない。バイバイ。